はい、皆さんこんばんは。スマホ配信者のグッズでございます。今回ねボーナスが入ったのでヘキサギアを、たっぷり買ったんですけども、高いからね、こういう時で買えないからまだもっとあるんだけど、とりあえずね今回紹介するか、開封動画だけなんだけど、開封するのはヘキサギアのブースターパック、フォークリフトオレンジタイプと、フォークリフト言ったらやっぱオレンジだよね。それと、作業員ですね。これがね、ガバナエンジニアセット A ですね。B もあるのか分かんないけどね。これエンジニアで3体ついてるんですよね。ガバナっていうのがね、割とね、7.8 センチで、ちょっと小さいんよね。で、これがだいたい1個2200円ぐらいなんですけど、これがね、まあ、2体入って、ロボットが1個入って、4000なの高いんですけどね。でもこれがね、なかなかいい出来で、作業員で、ね、こういう風にいろんな、ガバナー自体がね、色分けがほとんどされてなくて、顔とかは自分で色塗るんですよね。で、まあ、これはね、水転写シールが一応ついてるんだけど、まあ、自分で色塗って、ね、いろんな風にしてくださいっていうことで、まあ、最低限の色分けはされてます。で、このね、この作業員たち、まあ、ロボットはね、結構細かくね、作る、ちょっと見たんだけどね、結構設計、結構細かく作るような要素がありますね。で、こういう風に、道具箱とね、なんていうの、電動ドライバーみたいなのとかね、持ってて、パールとか持ってたり。で、指もちゃんと補具があって、ね、指差しとかあったりして、バイクはついてこないですね。こんな感じで、可動箇所が結構多いのでね、こういう風に、何かを組み立てるような感じのポーズを取らせることもできます。まあ、ちょっと待って、ね。で、フォークリフトはね、色がね、もうちょっと何て言うかな、グレー、ブルーグレーっていうのかな、ブルーよりのグレーの感じのバージョンもあるんだけど、フォークリフトってやっぱこっちなんだよね。オレンジなんで。これがね、なかなか出来が良くて、こんな感じで。これがね、爪が動きたりして。で、パーツ開けするとこんな感じで、車にまあパーツをはめ込む感じなんですよね。で、これがね、別類の、バルクアームっていう、まあ、こういう機体、まあ、作業員バルクアームってやるんだけど、この機体を、こういうふうに、フォークリフトをばらして組み立てることでね、一つのロボットを完成させたりすることもできます。こんな感じで、これがね、もっと高いんですよ。多分4000何本なんですけど、3940円ですね。じゃあ、こっちから、フォークリフトから開けようか。フォークリフトちょっと回復します。よいしょ。開け。いや、ちょっと待って。よいしょ。こんな感じで、一回ちょっとね、開封を見てる、見たんですけど、まあ、説明書ですね。フォークリフトはね、ポストカードはついてなかったですね。ランナーが、まず黒です。黒っていうのは、ちょっと茶色っぽい黒、まあ、光沢かかってなくて、黒なんだけど、ちょっと、なんていうの、ガンメタって、こんな感じの。ちょっと黒でも、ちょっとなんか鉄っぽい感じの黒ですね。こんな感じで。で、オレンジです。オレンジ。オレンジのね、やっぱりフォークリフトはオレンジ色のやつですね。これ、ここに出るね、パーツがね。で、これがね、こっちもガンメタですね。ガンメタよりから黒ですね。車体かな。あ、なんかって、タイヤパーツです。タイヤパーツは軟質になってる。多分軟質かな。あ、でもこっちはちゃうのか。ゴムじゃないんだね。軟質じゃないね。普通のプラスチックだね。普通、あれだね。あれ、これは普通にあれだね。じゃあ転がれへんタイプなんかな、今回。ゴムじゃないんだよね。で、クリアパーツに。色分けはちょっと最低限ですね。でも、モールドが細かい。稼働せえへんけど、稼働しそうな、あれがあるね、作りが。で、一番のあれだね、シルバーのタイヤ部分ですね。このタイヤの中の部分でこんな感じになってるんだね。で、一部赤のクリアパーツと、オレンジのクリアパーツ、ミラー側とかかな。で、オレンジの。結構パーツがね、細かく設定されてますね。こんな感じです、ね。で、説明書という感じになります。
壁だけの説明書は大体最初にこの書斎、書斎書設定、書斎、書斎書って設定、まあ色、カラーリングの色の付け方とか、こういうのを使ってくださいっていうのがあったりして。で、パーツはね、割と破損とかが多いんですよね。間違って切ってしまったりすることが多いので、こういうふうにね、別で発注、ランナーをね、買うことができます。で、作り方ですね。こんな感じで、割と本体が結構デカめなんですよね、フォークリフトでも。なんか、結構細かい、フォークリフトだからって単純では結構細かい作りのある、プレイベルがちょっと高いフォークリフトですね。バラしてね、いろんなものに使えたり、このね、この車だけのモード、これだけでね、別のオプションパーとか作ったりして、走行車みたいなのを作ることもね、可能っていう。結構ね、優れた感じ。こういう感じだけでも全然。爪はね、手動で動くようにね、上下に動くようにできます。こんな感じで。フォークリフトユニット。上下について上まで上がる。で、ガバナーの乗せ方、まあ、作業員とかの乗せ方で、で、バルクアームとの組み合わせ、作業、あれね、ロボットとの組み合わせで、一部の作業ロボットを作れますよっていうのが、ここに一例で書いてあります。こんな感じで。こういうふうに。なります。で、余ったパーツで装甲車みたいなのを、まあ、作ってくださいみたいなんでね。ちゃんとフォークリフト2台分で、フォークのやつを、こういう風に二重で強化版フォークリフトみたいなのも作れるっていう感じで。完成イメージ、完成、ロボットの完成イメージ、で、装甲車の完成イメージとか。すごいね、プレイバイオが。やっぱりあれだね、いろんな集めること。これも、あれだね、サーティミニッツみたいに、いろんな組み合わせで、いろんなタイプで遊べるっていうのが、ちょっと魅力的。ね、ジョインターナーが一緒なんでね。で、こっちなんで、こっちはね、開け方がこの、ちょっとボコってるけど、こういう開き、こういう感じのタイプになります。こちらもね、ポストカードは付いてこなかったですね。水転車シールがね、付いてきます。こういう感じで。まあ、水シールですね。一応目の部分だけね、別でも売ってるんですよね。ちょっとなんていうか、ホワイトじゃなくてグレーホワイトって感じ。ちょっと明るいグレーっぽい感じの色ですね。まあ、作業服みたいな感じの。まあ、ホークリフトに合うようなオレンジの。これが、まあ、ロボットのやつですね。あと、なんか、作業工具入れみたいな。で、ロボット用の、クリアパーツと、で、いつもの肌の色の、まあ、顔がこんな感じですね。2体分あるんで、2体分ありますね。で、黒ですね。こんな感じで。これ紹介。これも、あれですね。これも、帽子だね。あ、まあ、2体分あるからね。2個分ありますね。で、こっちがね、この手首がなんかヘキサギアになって軟質パーツになってるんですよ。ちょっとゴムっぽい感じで。手首も、パーツも、やったら豊富にあります。説明書ですね。これが説明書です。こんな感じに、最初ね、設定の画像ですね。色の塗り方、こういう風に揃えると色をこういう風に塗ってくださいとかあるし、参考にしてくださいみたいなのが載ってますね。ほんで、工具の色分けの仕方と、工具の、ついてる工具はこうなんですよ。で、腰の、なんていうかな、道具入れるバッグ、これはね、付け外しというか、まあ、外すことによって、普通のバージョンとバッグ、腰バッグを付けてるバージョンと選べます。で、こんな感じで、割と最近見てもちょっとざっくりした作り方。だけど、まあこれで見てもわかるぐらいの、こんな感じで。まあパッて作れるような感じ。細かく、まあ、割とこう、なんていうのかな。まとめ作りみたいな感じですね。これがロボットの作り方。で、工具の作り方。細かいですね。工具こんな感じで、いや楽しみだね。
これはちょっとライブ放送で作ろうかなと思ってるかな。今回こんな感じですね。あとね、本命でね、グランドゲールやったっけ、グランドゲールもちょっと高いんでいくけど、あれね、鑑定変形で、鑑定変形だと思う、ちょっと一部組み替えかな。多分鑑定変形だと思うんですけど、あれを買ったので、ちょっと楽しみ。全然入れられてない。全然入れられてない。ミルシールは使わないかな。もう、このままでもね、十分味がある商品だからね。で、これがもうこうたんですよね。こっちは兵士ですね。これもこうって、これね、ちょっとさっき作りたくて、なんか。割とやっぱり小さい。でもなんかね、あの動きが、サティミツより細かいんだけど、作りがね、シンプルなんですよ。シンプルなのに、割と細かく、これね、ここ俺失敗して切っちゃったのね。切っちゃったから、ここちょっと取れやすいんだけど、ここはね、ちょっとね、間違えて、部分切って、切るなって書いて、ね、切っちゃったからね。ちょっと半分しかついてない状態で、ね。まあ、こんな感じで、割と、動きは、割とよく動く。うん。ウォールもあって。ここが二重、ここがボールジョイントと、ここが回転、軸で回転です。ここが曲がって、足も、足ボールジョイントじゃないんだけど、はみ込みでこういう、なんていうの、複雑な構造で動くことが可能ですね。で、腰も動くいて、まあこれも腰も横に動く。こう自由に動く。手も横に動いて、まあ最低限手は動く。あ、これね、取りやすいんで。二重ヒンジはなくて、あ、取れたな。こんな感じで動きます。ここもロールが入って、ここ2個ロール入って、ここの部分とここに二重ロールが入ってる。ここちょっと回しにくいんだ。二重ロールが一応入ってる。うん。多分ちょっと硬いんで、ポロッとってな。硬いんで、なんていうかな。うん、ここから回転がちょっとやりにくいかな。首はね、なんていうかな。割とやっぱりポロポロ取れんな。あ、ちょっと。首がね、割とね、こういうなんていうか、あっさりはめてる状態なんで、あれ、なんていうの、首を稼働するのは向いてなくて、まあ多少は動くんだけど、ほぼ固定はポロッと取れな。割と取れる。うん。でも仕方ない。あれ、これ横も取れる。まあ、こういうとこは取れても、あのね、他のパーツがはめ込んだりするから、別によしとして、そうそう。で、ね、これが優秀なところがね、ヘキサギアの顔パーツが、まあ、一応ね、自分で塗装なんだけど、塗装か、水転写シールを別で買って、貼るかなんだけど、顔がね、この兵士で3つぐらいついてるんですよね。こうメタルギアっぽいやつもあれば、ゴーグル被ってるやつもあれば、なんかね、特殊ゴーグルみたいにつけてるやつもあるし、うん、ヘルメットの形がちゃうかったりするやつもあって、それで、結構ね、顔パーツが4種類、あ、ちゃう、全部で6か、6個ぐらい、あ、6言い過ぎか、6、1、2、3、4、うん、5個ぐらいある、うん、5個ぐらい顔があるので、自分の好きな顔で、まあ、色塗ったりとかしてつけてのもよしやし。で、腰も、ちょっと待ってな、これが小さいからはめにくいよな、俺の手だ。ここがはまるやん。これはいらんかな。この腰がね、なんでもうちょっとポーチがついてる腰パーツにも変えることができます。で、武器は銃もついてて、まあ、ここにもついてんだけど、銃とか、まあ、ここにナイフもついてんだけど、別にナイフもついてあって、バックパックも取り外しで、これバカ上か、これがね、ちゃんと兵士の荷物感じになってて、こんな感じで。になってますね。まあ、このサイズ感っていうのは、やっぱりね、ヘキサギア自体が全部でかいから、ね、乗り物ちゃうわ。一応ロボットがでかいから、それにね、ちゃんとコックピットに乗れる状態の大きさになってるんですよ。そこがちょっとね、優秀かなっていう。あ、またと。こうやって手がさ、ここがね、やっぱ昔やからね、やっぱちゃんとしっかりじゃないな。以上ですね、今回は。はい。今回紹介したのはヘキサギアのフォークリフトと、ガバナエンジニアセット A でした。以上、グッドでした。また見てな。じゃあね、バイビー。